アレクサンドル・ベンケンドルフ・ベンケンドルフの墓。日付は、旧暦で、少年は1781年となっている、アレクサンドル・フリストフォロビッチ・ベンケンドルフ伯爵は、帝政ロシアの軍人、政治家、陸軍中将、バルトドイツ人貴族の出身、1812年ナポレオン戦争において、アレクサンドル一世の大本営で、上級副官、騎兵将軍を務めた。その後、 ニコライ一世の時代に、皇帝官房第三部署代長官、憲兵隊長を務めて、反動体制の一翼を担った。1783年、レバルに、バルトドイツ人貴族の家に生まれる。2歳下の弟に、軍人、外交官のコンスタンチン・フリストフォロビチベン・ケンドルフ、男爵、妹に、ロンドン、パリー社公会で有名な貴婦人であったダリア・リーベン、公爵夫人がいる。 1806年以降のナポレオンとの戦いに出征し、1812年にナポレオンがロシア遠征を開始すると、ベリシで大陸軍と対峙し、フランス軍の将軍参名を捕虜にするなどの戦果を上げた。大陸軍がモスクワから退却した後、モスクワ中留軍司令官に任命される。さらに、ナポレオンを追撃すべくヨーロッパ派遣軍に参加し、 テンペルベルクでフランス軍を撃破し、ベルリンに入城した。さらにライプツヒでの戦闘と、オランダからフランス軍を相当品を挙げた。1821年、皇帝アレクサンドル一世に対してデカブリストについて警告を根上したが、皇帝は意に返さなかった。1825年のアレクサンドル一世の崩御後、帝位をめぐりコンスタンチン・パブロビチ大公とニコライ一世の 間で混乱、空撃をついて、デカブリストの乱が起こる。反乱は、ニコライ一世によって、直ちに鎮圧されるが、ベンケンドルフは、乱後に設置された、調査委員会に所属し、憲兵隊及び、政治秘密警察として、皇帝直属官房第三部の創設について、答申した。ベンケンドルフの提案は、 ニコラ一世によって入れられ、1826年に、ベンケンドルフは、憲兵隊長兼皇帝官房第三部所大長官に任命される。1832年には伯爵に昇釈された。ベンケンドルフは、第三部を通じて、検閲を強化し、それは、文学作品や演劇にまで及んだ。あまりに職務に熱中したために、ベンケンドルフは、 ときたま自分の名前を忘れてしまって、自分の名刺を見て思い出していたという。アレクサンドル・ゲルゼンは回想録で多くの無実の者たちが犠牲になったとベンケンドルフを急断している。ベンケンドルフは、タリン近郊のケイラジョアの一族の墓地に眠っている。ベンケンドルフは、生涯にわたって日記をつけており、2001年八8 1 2年と1813年の文が出版された。 ありがとうございます。